どうもこんにちは、そうやです。はい、皆さんいきなりなんですが、自分が見たままの目線で動画や写真を残せたらいいな、ああ残したかったなって思ったことありませんか？まあ、そんな時に活躍するのがアクションカメラですよね。今ですと王道の GoPro が例として出てくると思うんですけど、 GoPro などのアクションカメラはですね、めちゃくちゃ優秀なんですが、アクセサリーをですねいっぱい揃えなきゃいけなくて、必要なものを揃えていくと結構値段が跳ね上がっちゃったりするんですよね。で、実際にアクションカメラを、自分の体に取り付けて撮影をしたりするんですが、未だにですね自分が目で見たままの視点を撮るっていうのは結構至難の技なんです。 GoPro などの場合ですと、ここはもう代表的ですね。もしくは、まあ、ヘルメットとかをしている場合はここ横ですね。で、ちょっと低くなるんですけど、ここチェストマウント、いろんなマウント方法があるんですが、この範囲にカメラを搭載するっていうのはどうしてもできないです。ここに GoPro を持ってきてしまうと、自分が実際に目で見ることができなくなって危ないですし、仮にここにね、取り付けて撮影したとしても自分の鼻息が入ってしまったりとか、やっぱり何かしらの弊害は出てくるんです。車載動画はやっぱりカメラを取り付けるマウントを結構悩んじゃったりするんですよね。作業動画は、私車の整備作業をやるときに、普通の上から撮るときはいいんですけど、車体裏に潜って作業するときはカメラをね頑張って設置してからまた潜って、ある程度大事なとこが撮れたらまた出て、カメラのスイッチをオフにして、そしてまた作業に戻るみたいなですね、 YouTuber 視点にはなるんですけど、結構ね手間のかかることが多いんですよ。しかしですね、ついに私たちが追い求めていた形のアクションカメラが出ました。というわけで今回紹介しますのはこちら。はい、ドン、優しくドン。はい、というわけで今回ご紹介しますのは、サングラス一体型のアクションカメラ、ゴーグル E9 になります。いやー、やっとこのタイプのアクションカメラが出ましたね。本当に待ちわびておりました。 GoPro もですねものすごくいいカメラなんですが、実際に撮影するときは身につけるっていう風になるんで、アクセサリーをつけて、まあ、撮影をするとなるとちょっとね、煩わしさがあったりしたんですが、今回紹介するこちらはサングラス型なのでめちゃくちゃ手軽そうですよね。というわけで早速ですね、こちらを紹介していきたいと思います。まずこちらが、本体のゴーグル E9 になります。もう本当見た目は完全なサングラスですね。で、付属品のご紹介なんですけども、こちらが専用のハードケースになります。で、中を開けるとですね、はい、付属品がいっぱい入っておりました。まずこちらが、メガネクロスですね。で、 USB メモリーが1つ、結構長めの充電ケーブルが1本で、ソフトケースが1つ、そして脱落防止用のストラップ、これらが、セットとなっております。はい、そして説明書なんですが、全編英語になっているんですけども、こちらダウンロード版で日本語版の結構詳しく解説してくれている説明書が配信されているので、取り扱いに関しては全然問題ありません。それに加えてゴーグルの取り扱いをですね、メーカーさんが、追加でこうやって記載してくれているので、まあ、後々説明するんですけど、レンズの交換やアプリの接続方法など結構丁寧に解説してくれているんで、仕様に関しては全く問題なさそうです。はい、というわけで早速こちらゴーグル本体を見ていきたいと思います。こちらは本体の説明をしていくんですけど、下の方にテロップも流していきますんで、そちらの方もご覧ください。はい、まず本体のですね、ここ真ん中にカメラのレンズがあるんですが、こちらはですねソニーセンサーが内蔵されております。最大1080ピクセルのフル HD30fps で撮影が可能です。で、静止画も撮ることができるんですけど、静止画は12万画素の高解像度で撮影が可能です。こちらレンズはですね可動式になっていて、ここにちっちゃい突起があるんですけど、これをちょっと動かすことで、わずかにですがこんな感じで上下に動かすことができます。それに加えてレンズ自体が110度の広角レンズが搭載されているので、結構広い範囲をカバーしてくれそうですね。そしてバッテリーがですね、まあどこに内蔵されているのって感じなんですけど、バッテリーはですねこの中に入っております。残念ながら交換はですねちょっとできそうにないんですけど、それでもフル充電で最大95分の連続撮影が可能となっております。しかも充電しながらでも撮影ができるということで、バッテリー問題に関してはそこまで心配する必要はないのかなという感じです。そして記録媒体のマイクロ SD はどこに差し込むのかと言いますと、ここにですね電源スイッチと Wi-Fi スイッチがあるんですが、これをペロッとめくると
はい、この部分にマイクロ SD カードを挿すスロットが搭載されております。マイクロ SD カードは最大 128GB まで対応しております。そしてこちらの部分が充電コードを差し込む USB になります。そしてこのゴーグル、映像だけじゃなくてちゃんと音声も取ることができます。本体の左右にですね、ステレオマイクが搭載されているんで、ステレオ録音が可能となっております。で、全体的にですね、まあ見た通り結構かっこいいスポーツサングラス風のデザインになっていて、カラーバリエーションもですね、私は今回グリーンを選択したんですが、他にもですね、赤や青、チックなブラックなどいろいろとあるので、自分の好みに合わせて選択することができます。私は今回ちょっとミリタリー風なサングラスにしたかったんで、グリーンを選択しました。そして本体自体はこれフレームが樹脂製なので、この耳にかける部分は結構柔らかいです。なんで基本的には、どんな顔の形、まあ、どんな頭の形にもフィットしてくれそうな感じです。そして結構大事なノーズ調整なんですけど、ノーズの部分はですね、ちょっとね硬いんですけど、割としっかりした感じでこのノーズ調整ができるようになっております。そしてやっぱりね、サングラスだからレンズもこだわりたいですよね。当然レンズもこれ交換できます。専用のレンズがラインナップされているんで、オプションの変更レンズとかを選択して取り付けることも可能です。そしてやっぱ気になるのはね、やっぱ防塵防水性能でしょう。こちらのゴーグルは防塵防水対応しております。ですがさすがにね、お水の中に水没させてしまうとアウトです。ですが多少の水気であれば全然問題ないレベルなので、かなり実用的な仕様じゃないかなと思います。はい、というわけで本体の仕様の説明が終わりましたんで、今度は各部の説明に入っていきます。まず先ほどちょっと説明したんですが、ここに電源スイッチとこちら Wi-Fi スイッチが2つあるんですが、操作するのはこの2つだけです。電源オンの方法はここの電源ボタンを1回押すと緑のランプがこう点灯します。その後バイブレーションが2回鳴りまして、青色ランプが点滅し始めました。これですでに動画撮影が開始されております。そして動画を止める場合、動画を止める場合は電源ボタンを1回押します。するとバイブレーションが1回鳴った後、青色ランプが点滅しなくなりました。これで撮影は止まっております。続いて写真撮影、まずは動画撮影を開始します。電源ボタンを2回素早く押します。カチカチ、するとランプが点灯しました。でバイブレーションがブーブーとなった後、青色ランプが点滅し始めました。さっきのバイブレーションが鳴った時点ですでに画像の撮影は終了しております。そして最後電源のオフなんですが、電源ボタンを長押しすると点滅した後にバイブレーションとともに全部消えるという感じで、これで電源オフということになります。はい、では続きまして、今度はですねスマートフォンと連携させていきたいと思います。まずは電源を入れましょう。そしてここに Wi-Fi のボタンがあるので、 Wi-Fi のボタンを押すとバイブレーションが1回鳴って、ここがオレンジに光り始めました。ピカピカ光ってます。ではこの状態でスマートフォンのアプリを起動していきましょう。はい、こちらゴーグルのアプリになります。はい、というわけで早速ですね、アプリケーションを起動した瞬間からもうカメラの映像は映っております。ちょっと見てみようかな。はい、こんな感じです。結構ですね、スマートフォンを通して今映像を見てるんですけど、しっかりとした映像が映っております。はい、というわけでスマートフォンでですね、まずできる操作なんですが、まず撮影のオンオフ操作がスマートフォンでも可能です。このボタンをタップするとバイブレーションが鳴って撮影が止まりました。そして撮影のオンもスマートフォンの方から可能です。そしてもちろん写真撮影もスマートフォンの方からこうやってシャッターを切ることができます。今写真を撮影しました。で、撮影した動画や写真はアイコンをタップするとスマートフォン上で全部確認することができます。そして今度戻りまして、右側のギアをタップすると設定画面に移るんですが、この画面でゴーグルでできる設定を全部いじることができます。まず上から動画解像度1080と720の2種類、720の方は 60fps になっております。そして動画ファイルごとの動画の長さ、そしてマイク音量、タイムスタンプ、そして写真の解像度8メガと12メガです。ホワイトバランス、シャッターの回数、そして露出の
調整、あとは、高原周波数の設定と自動的に電源を落とすまでの時間です。というわけで結構アプリ自体もですねシンプルなんですけどすごく分かりやすくまとめられたアプリになっております。かけてみましょうか似合うかどうかちょっと分かんないですけど、はい、こんな感じでもうすんなりと装着することが可能です。もうこの時点で電源スイッチをポチッと押したら動画の撮影ができます。いや手軽ですね。では早速ですね、いろんなシーンをちょっとカメラに収めて実際にどんな感じに撮影ができてるか見ていきたいと思います。はい、というわけでまずは私のガレージの中をちょっと撮影していこうかなと思います。こちらがホンダのビートです。はい、そして最近ですねちょっとドラム缶をもらったんですけど、ドラム缶はねちょっと本体、使う用途があんまりないんでこの上蓋だけ欲しいな。シェルのねマーク入ってるんでこれちょっと気に入ってるんですよ。まあ、こんな感じでちょっと話それましたけどどうでしょう、どう映ってますかね。はい、そして Z です。今はねキャブレター外してダッシュボードも外れております。一応本当にもう目線のカメラという感じでいろんなところをチラチラ見てる感じなんですけどどうでしょうかね。では次行ってみたいと思います。はい、というわけで今度は車載映像を撮ってみております。マイクもこのゴーグル E9 の内蔵マイクを使用して、撮影しているんですがどんな感じでしょうか。見ていただいたら分かる通り、まあ、当然私はこれ手ぶらの状態です。サングラスをかけているだけですね。こうやってちょっとね、視線をいろんなところにやったりするときに私の視線と全く同じ景色がおそらく皆さんには見えていると思います。あ、車屋さん、あ、ハイラックスがある、いいな。あまりよそ見しちゃいけないですからね。はい、というわけでこんな感じですね。はい、というわけで今回はこちらサングラス一体型のアクションカメラゴーグル E9 をご紹介させていただきました。まあ、私的にはですねやっと追い求めていた形のアクションカメラが出てくれたなっていう感じです。最初に言ったんですがアクションカメラってね本体を買うだけじゃ終わらないんですよ。専用のマウントやマウントさせる場所もまた考えなきゃいけないっていうちょっとした大変さがあるんですよね。で実際にですねマウントして使ってみたはいいもののなんかしっくりこないなっていうことがあったりですね、アクションカメラのマウントは結構悩まれてる方は多いんじゃないかと思います。ですけどこのゴーグルはですねもうこうやって装着して電源をポチッと入れるだけで撮影ができるんで本当に楽です。しかもですね従来のアクションカメラではなかなか達成できなかった本当の意味での自分が見たままの目線の映像を撮影することができます。それにサングラスとして使えるんでこれ結構実用的ですし、あからさまにねこうやってカメラくっつけて撮影してます感が出ないんでこれはいいですね。まあ、あえてこのゴーグルの難点を挙げるんでしたら、まあ、一つ目がバッテリーを予備に交換できないっていうところですね。ただこの点は充電しながら撮影することができるんで熱管理さえちゃんとしていれば特に問題はないんじゃないかなと思います。そして二つ目が、まあ、YouTuber 視点からすると実は撮影の時って 4K 使ってないんですよ。大体がフル HD で撮影をして編集するんでこのカメラの画質的には問題ないんですが HDR 処理とかちょっと表現の面でもう少し向上してくれたら嬉しいなと思いました。ですけどこの点はまあ編集ソフトでどうこうできるとこなんで個人的にはまあそこまで問題じゃないんかなとは思っております。そして3つ目、これ結構気になったんですけど手ブレ補正がですねやっぱり欲しいですね。手ブレ補正って言っていいんですかね、顔ブレ補正ですかね。おそらくですねここのレンズが結構小さいんで搭載するのが本当に難しいんだと思います。ですけどこのゴーグルは手ブレ補正が搭載されたらめちゃくちゃ劇的に変わると思うんでこれからの進化に本当に期待したいですね。あとこれ私のめちゃくちゃ贅沢な注文なんですけどマイクの外部入力があったらちょっと嬉しいかなって思いました。これもともとステレオマイクがですね、まあ、左右についてるんですけどやっぱりですねあの YouTube で撮影したりするとなると外部マイクを使う癖がついてるんで外部マイクつけるところがあったらちょっと嬉しいかなとは思いました。ですけどまああんまり邪魔になってもいけないですからね、逆にこれぐらいがいいのかもしれません。はい、というわけでまあ総評的にはですね私個人的には
本当にこのタイプが欲しかったのでめちゃくちゃ満足しております。正直全てにおいて GoPro を超えるまでには至らないんですけども、既存のアクションカメラのデザインを根本から変えに来てるんで、 GoPro など従来のカメラを超えてくる要素は十二分に秘めてるんで、現在のこの仕様でも買う価値あると思います。そして POV 撮影、まあ主観撮影でカメラに悩んでる人はこのカメラめちゃくちゃおすすめです。今回はね、いろんなシーンでちょっと使っていましたけど、私が撮影したような風景だけでなく、実際にキャンプや、まあ、運動関係のアクティビティ、そして強化レンズモデルが出ればサバゲーで使うことができます。カメラをね横付けにするとどうしてもね左右どちらかのバリケードでカメラがですねバリケードしか映さなくなっちゃうんですよ。だから臨場感に欠けるってのはあったんですけど、ここについていれば自分の目線の先をそのまま撮影することができるんで、めちゃくちゃこれ臨場感あると思うんです。なんで私が今例に挙げた以外でも山ほどですね用途はあると思うんで、それくらいこのアクションカメラはサングラス型っていう結構イメージしやすい形ではあるんですけど、本当にこれから流行ってくるんじゃないかなって思うくらい革新的な形をしていると思いました。はい、というわけで今回の動画はここまでとなります。珍しくカメラのレビュー動画を撮ってみたんですが、車の車載動画でもめちゃくちゃ使えそうなカメラだったんで動画で紹介させていただきました。というわけで今回紹介したこちらの Google E9 は概要欄の URL の方にリンクを貼っておりますんで、気になる方はよろしければそちらの方からご確認いただけたらと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。